M2 回に m 2回に,には1960年代半ばに NASA の a ムズ研究所とラングレー研究所の研究に基づいて製作されたリフティングボディ機である。機体の製造はノースロップによって行われ1966年に完成した。本機は半木製グライダーであった M2 回1の後継機であり、名称もそれにちなんでいるが、機体は 全金属化されて強力なロケットを搭載していた。試験中の事故によって大きく破損するものの、その後、M2 回3として回収され再び試験に供されることとなる。リフティングボディの有効性を実証するために製作されたグライダーである M2 回1の成功を受けて、NASA のエームズ研究所とラングレー研究所は、さらなる研究を進めた。 M2 回1の残したデータを分析した後、NASA は新たに M2 回2と HL-10 の2機のリフティングボディ機を開発、製造することを決定した。M2 回には M2 回1の外形をほぼそのまま踏襲していたが、HL-10 はラングレー研究所が新たに考案した機体形状を採用していた。製作はいずれもノースロップによって完遂された。 1966年3月23日に M2 回2の最初の飛行が行われたが、この時は B-52 に終始並行されたままであった。初の滑空飛行は1966年7月12日に M2 回1のテストパイロットも務めたミルトン・トンプソンによってなされた。この際、本機をよくかに検証できるように回収された NB-52B を用いて、 高高度まで到達した。そして高度約13,700メートルから滑空を行い、滑空速度は最高約時速720キロメートルを記録した。制御不能に陥った後、着陸に失敗して大破した M2 回に、M2 回にの強力なロケットエンジンを用いた動力飛行のための事前準備として滑空飛行が何度も行われた。これらの試験飛行を行ったのは、 ミルトン・トンプソン、ブルース・ピーターソン、ドン・ソーリエ、ジェリー・ジェントリーの4人のテストパイロットであった。最後の滑空飛行となるべく1967年5月10日に実施された16回目の試験では最悪に見舞われることとなった。この時のパイロットであったブルース・ピーターソンの操縦する機体は着陸間際にパイロット誘導振動に陥ってしまった。機体は 左右にダッチロールを繰り返し、なんとか機体の体勢を回復させたものの、ピーターソンは、時期が付近を飛行していた急難ヘリと衝突する、軌道を取ってしまっていることに気づいた。ピーターソンは慌てて回答したが、機体はそのまま横滑りしつつ基地に隣接したロジャーコの、干上がった固定に向けて降下していった。その方向の固定には高度を確認しやすいように、付けられたマーキングがなく、 着陸が非常に困難であった。ピーターソンは揚力を増大させるためにロケットに点火したが、降着装置が完全に下がってロックされる前に地面に衝突し、機体の破片を撒き散らしつつ6回横転した後、ひっくり返ってやっと静止した。ピーターソンは過労時機体から救出され、基地病院に搬送された。さらにその後マーチ空軍基地付属病院を経て緊急に、 有志あるい病院へ移送された。生存を絶望しさせる衝突だったにもかかわらず、奇跡的に彼は回復したが、ブドウ球菌に感染し、右目の視力を失うという代償を負った。なお、着陸時に機体が破壊されていく様子を捉えた。ショッキングな映像の一部は1973年の SF テレビ映画作品、600万ドルの男で使用され、その後のテレビシリーズでは、 オープニング映像として流用されている。M2 回には、機体の安定性を向上させるような制御システムを備えていたものの、NASA のパイロットと研究者は、機体の横方向の安定性の欠如が事故を引き起こしたのだという結論に至った。事故後、M2 回には、ドライデン飛行研究所で修理、回収されて、M2 回3として生まれ変わることになる。安定性増大のため、 M2 回3では3枚目の垂直尾翼が左右2枚の尾翼の間に取り付けられた。この事故の教訓は他のリフティングボディ機の設計にも活かされ、M2 回には初の全金属製の機体としてその後の研究、開発のためのカッコとした基盤を築いた存在となった。M2 回2階の3面図、ありがとうございます。